山田冒頭ですね、えー、去る12月9日の衆議院の農林水産委員会におきましてですね、えー、1167万人にも及ぶ、えー、国会請願。 に、対しましてですね、えー、加野大臣が極めて真摯に対応いただいたわけでありまして、ですね、私も大変感動しましたが、残念ながら党委員会では、ですね、えー、そこまで実現ができませんでして、大変残念でありまして、き、え、ょ、ー、はですね、あのーうん、請願の趣旨をも踏まえながら、ですね、大臣に対しまして、 また他の皆さんに対しまして率直に意見交換をさせてもらいたいとこう思っておりますどうぞよろしくお願いします、えー、最初にですね交渉体制について新聞報道がありますあのー、一体どういう体制になるのかですねその場合交渉参加をですね前提にしたものなのかそれともですね今後総理がおっしゃってますように各国からの情報を得て 国民的論議を終えて結論を言っていくということなんだということのですね推進体制なんですか。ああどんな内容のものなんですか。簡潔にお願いします。石田内閣府副大臣、えー。お答えいたします。えー、去る12月の13日に、えー、TPP 協定交渉参加に向けた、えー、閣僚会合を行いまして、まあそこで、えー、体制と まあ、情報の在り方について、まあ、議論を行ったところであります。でその中で、えー、関係省庁が、関係府省が一体となって、えー、検討を進めて、我が国のお国全体の国益に合ったあ考え、それを判断するための、まあ、強力な体制を置くことにしたわけでございます。で具体的には、あの内閣府の 国家戦略室のホームページにも出させていただいておりますが、議長を国家戦略担当大臣としまして、官房長官および関係大臣で構成をいたします、そその下に幹事会を作りまして、府省私、私内閣府の副大臣が担当することになりました。構成員としてはあの副長官 官房副長官をはじめ、えー、関係副大臣で構成をいたしております。でさらにその下に、えー、事務局として、まあ、事務局長をう事務の官房副長官に、えー、なっていただきまして、さらにその下に、時間級、局長級の、まあ、会合を,を設置いたしまして、さらにその下に、えー、3チーム、 国内広報情報提供チーム、これは主に任務といたしまして、TPP およびそれに関連する事項に関し、国民や各種団体へ情報提供および広報を行うということ、それから2番目のチームといたしまして、国内連絡調整チーム、これは国会対応、格闘対応を含めまして、国内関係者に対する 所連絡調整を行うチームそれからあ、三つ目のチームといたしまして、国別協議のチームといたしまして、えー、現交渉参加国、9カ国でありますが、その交渉参加に向けた協議を担当し、その中で、まあ、関係情報も収集をすると、まあ、そういうふうなあの体制で、あの 行っていくことをあの決定をいたしたところであります。そして新体制はスタートの時点では全体で概ね50人規模となりますが、今後協議の進捗状況を見ながら必要に応じて人員を増やしていく予定であります。で、そのチームは内閣の。 内閣官房の庁舎に設置すする予定でございますそして、今お話にありましたように、国民の皆さん方に対する情報提供が不足しているというご指摘を重く受け止めまして、各国の協議を通じて得られた情報を含めて、一層の説明や情報提供にしっかりと努めていきたい。 まあ、そのために、えー、このお国内広報、情報提供チームを活用し、地方やあ国民に対する各種団体も含めまして、情報提供広報を政府一体となって行っていきたいというふうに、まあ、考えております、はい、山田敏夫君。要員は全体で50人ということですが、各省別にです、ねえー、どんな体制で組んでおられますか。えー、そしてです、ね、場所は ああきちっとそれは要因がです、ね、ワンフロアにいて仕事ができると、まあ、ワンフロアでなければです、ね、2階、3階のフロアでちゃんと連絡取ってやれると、こういうことになっているんですか石田内閣府副大臣あの。今も申し上げましたが、あの場所は内閣官房に設置をいたしまして、一応、1つのフロアで対応できるように考えております山田俊夫君。 えー、各省の人数はどのくらいかあの考えておられるんですか。石田内閣府副大臣。あの今も申し上げましたようにスタートの時点ではおおむね50人規模で、えー、このお協議の進捗状況を見ながらさらに必要に応じて、まあ、人員を増やしていくとまあそういうことでございます。山田敏夫君。大変なですね私は講者になるというふうに思います。もちろんですね。 えー、協議の上、ね、えー、国民的議論を行って、えー、参加しないと、ないしはアメリカから、ですないしは TPP 参加国から、まあ日本は今やれると邪魔だから結構だというふうな話になれば別なんでしょうが、しかしそれにしても、ですね一方で、えー、韓国とやります、さ、え、ら、ー、にはですねオーストラリアどうするのか、EU をどうするのかという話をすると、ですね、えー、当然あの、包括的経済連携の基本方針にのっとってですね、 どんなことをやるのかということを考えていかなきゃいかんわけですから、そこはね、あのよほどしっかり、えー、専門家を読んでね、体制を整えなきゃいかんというふうに思います、それでお聞きしますがね、あの民間人、まさか入れないでしょうね石田内閣府副大臣あの。民間人入れるか入れないかという点については、あの今後、おこの検討していくと。 まあ、あのそういうふうに現段階では考えております山田敏夫君。確かにかつてはです、ね、アジアとの2国間の EPA を進めるときにです、ね、それぞれ、えー、専門的な委員会を設置して、ですね農業団体から出ます、それから経済界から出ますということだったわけですがね、あのしかし、事務局に入るとみたいなことはなかったわけでね、まさかこの事務局作って、ですねそれで経団連からね。 何か人入ってますよと輸出大金王からね、こんなふうに人入れてますよと、輸出大金王労組の連合からです、ね、こんなふうに人入れてますよということはないんでしょうね、確約してい石田内閣府副大臣。あの現段階では、そのようなことは考えておりません。あの先ほども申し上げましたが、地方や地方を含めて、えー、国民に対して、各種団体、えー、等々も通じてですね、 あの情報提供、広報を政府一体となってしっかりとやっていきたいというふうに考えております山田敏夫君、えー、内閣のです、ね、規制制度改革の取り組み、えー、みたいにです、ね、民間人がね、関心事項、規制改革の関心事項を持ってる、ね、民間人がどーんと入ってきてね、それがね、委員の中の体操を占めてると、メンバーの中の半分以上を占めてると、みたいなことでね、こんなことが進むということになったら、絶対だめだからね、まあもう絶対許さないから。 今約束してください石田内閣府副大臣あの先ほど申し上げましたように、現段階ではそういうふうなことはあの考えておりませんで、各種団体等々を通じてです、ね、しっかりと情報収集の説明をです、ね、国民に対してやらせていただきたいというふうに考えております山田俊夫君。金子大臣ですね、農水省は一体どういう参加の仕方をされるのかというのはね、 大臣はですね、いまだに、えー、協議のためにですね、まああの情報を得るんだと、協議にして情報を得るんだということで、参加ってこと葉は一言も使っておられないわけ。ね。でそういう立場で、しかし、このですね、事、え、務、ー、局にどういう形で関わるかっていうのはね、ものすごい私は大事だっていうふうに思うんですよ。 当然のこと、情報を得ることが必要だし、情報の中でですね、一つ一つ様々な判断が必要になってくることもある。ましてはですね、あの、後ほども、これは議論させてもらいたいというふうに思いますが、様々なですね、表に出せない情報がありますよ、と、みたいなことがある。外にいたら何の情報も入ってきませんと、みたいなことをやってちゃダメなんで、それこそですね、農水省は、あの、省を上げてって言ってもいいくらいだけど、人数出して、もっとものですね、 あの専門家場合によったら OB でもいいですよ、連れてきてです、ね、ちゃんと専門家がことに当たるということをやるべきだというふうに思うんですよ、もう英語は十分しゃべりますと、ね、スペイン語もしゃべりますとこう、こういう人をです、ね、準備しなきゃいかんと思うんですよね、いかがですか、あの望まれる決意、聞かせてください加納農林水産大臣。この TPP に関わっていくというようなことにおきましては。 まあ21分野にわたっての交渉というふうなことになりますから、相当これは幅の広い議論になっていきます、そういう意味で横断的な省庁の体制というものを組んでいくと、で閣僚のレベルでと、そして副大臣クラスのところのまあ幹事会等々と、まあ、こういうようなことで当然のことながら、 基本的な考え方というものが議論されていくわけでありますしまたあの事務方におきましても当然そのチームには農林水産省からもちゃんとそのチームにも入っていくと、まあ、こういうふうなことであります故に今山田委員がご心配のことはいろいろの今までの議論を聞きますとお聞きいたしますと、まあ、農林水産省の 声が小さくなってくるんではないかと、まあ、こういうふうなことのご懸念というふうなものもあるんではないかと思いますけれども、農林水産省の声が小さくならないように、こういうふうに私どもは取り組んでいきたいと思っております山田俊夫君。はい、大臣、しっかりその体制を仕組んでもらいたいというふうに思います。参加するか、参加しないか、決裂するか、ね、終わるか、もういいですよ。 だけどね、今しっかり取り組んでおかないとねあの、参加の判断も、やめる判断もね、情報を得られないということを大変心配するからであります。さてですね、あのーえー、野田総理はです、ね、情報を得て、国民的な論議を行い、結論を得るというふうにおっしゃってるあのー、これは石田副大臣ですね、ちゃんとこれは総理がおっしゃってる意味のまま実現できると。 ね、これは約束してもらいますね。石田内閣府副大臣あの総理の言葉は大変重いわけでありまして、国民的論議を踏まえて、ですねそれはあの決定をさせていただくということでございます山田敏夫君。それだとね、副大臣ね、結論を得るということは、じゃあ、どういうことなんですかね、そのときの判断基準は何なのか。 何か判断基準をですね、これはお持ちですかね、お聞きします。石田内閣府副大臣。えー、あの現段階におきましては、今後関係各国との協議をまあ開始するわけでありまして、各国が我が国に求めるものについてさらなる情報収集に努め、まあ十分な国民的な議論を経た上であくまでも 国益の視点に立って、TPP の結論を適切なタイミングで得ていくということでございまして、えー、そういったことを今、あの私どもではあの国民的なあ議論を経た上で、あくまでも国益の視点に立ってあの結論を出していくというふうに考えております以上です以上山田俊夫君。 おっしゃる通りですね、総理がそうおっしゃってるっていうのは私も承知してます。国益のね、立場に立って、観点でですね、判断するというふうにおっしゃいますが、国益はですね、日本経団連も主張しているのも国益です、ね。マスコミが主張しているのも国,国益。1167万人のですね、あの署名の請願者が訴えているのも国益。ね、一体ですね、その国益の 判断という場合の、どういう判断が終わりかと、そこは、ね、考えておられるのかと、いや、実は今、何もないんだと、ね、総理が言ってるです、ね、国益と、なんかその辺からどこかにあるのか分かんないけど、そのことだけで,です、ね、物言ってますよ、ごまかしてますよ、ね、いうことじゃないんですか。石田内閣府副大臣あの具体的